いつもより1時間多く働いたのだ、頑張ったのだ、疲れたのだ。自分へのご褒美として晩ご飯は大盛りレトルトカレーにするのだ。ご飯を大盛りにして2人前一気にかけちゃうのだ。昔から僕が頑張ったりいいことがあった特別な日はママがこうやって大盛りレトルトカレーを出してくれたのだ。欲しいものを我慢してぐずらなかった日、徹夜でテスト勉強をした日、会社を辞めたことを正直に話した日、市役所に一人で行けた日。うん、ママの味がするのだ。あの頃と同じ味なのだ。世界で一番おいしいのだ。ママ、僕、頑張ってるのだ。若い子に怒られたり、バカにされながら、それでも週に2日も働いているのだ。ママ。よく頑張ったわね、ずんちゃん。今夜はカレーを2つかけてあげるからね。わーいなのだ。ママのカレー大好きなのだ。